メラメラと北極ラーメン買ってきちゃいましたよ。よっ、じゃーん、すごい、なんか見るからに辛そうです。これ何ですかね。これもう色が全然違う。皆さんこんにちは。7月10日発売、蒙古タンメン中本北極ラーメン、ついに買ってきちゃいました。食べてみますよ。もう見るからにね、辛いんですけれども、食べられるのか。辛味オイルだそうです。うわー、よく混ぜないとこれいかんかな。夏季限定だそうです。では食べてみましょう。実食。果たして食べられるもんか、こんな、うん、大概の辛いものを食べられるんですけれどもね、今回も水を飲まない、ノーカットというルールで食べていきたいと思います。うん、うちの YouTuber 事務所チャロのメンバーが面白い言葉を作りましたけれど、耳ムーンあごあごごわごわ、あ、そんな感じです。普通の人は食べない方がいいですね。一口でわかります。うん、すごく美味しいんですけど、明日はですね、チャロのメンバーにこれ食べてもらいます。うん、味噌だれが効いててとっても美味しい。麺がとっても美味しい。しかしこのスープを飲み干さなくちゃいけないっていうのがちょっと難儀かもしれない。多くの人がつまずくスープですね。これはすごい。でもこの中にね、ご飯入れて食べると絶対美味しいと思います。今回はやらないけどね。いつも辛いものを食べるときにしゃっくりが出るんですけど、今日はなぜか出ませんね。すんなり食べられます。明日は福岡の天神の中央公園というところに、世界から250人の子どもたちを集めて、日本の子どもたちが交流します。結構来ますね。そんな中で、僕たち、YouTuber 事務所チャロも何かできることがあったらと思って参加しております。天神の中央公園に雪降らせますので、ぜひ、時間がある方は見に来てください。よろしくお願いします。ということで、もうちょっと冷えたかな。喋って少し冷やそうと思ったんですけど、まだ暑いです。いや、すごかった。絶対にお子様とお年寄りは手を出してはいけません。自分もお年寄りなんですけれど、僕の場合は特殊なんで。完食。この流れでですね、北極を食べたので、白熊をその後にデザートで食べたいと思います。口の中が火がついてます。明日はこれだぜ。ごきげんよう、さよなら。
名乗りを上げよう。毛利家次男、吉川元春。広島女子大上司、毛利輝元。そして我らは戦国の計り神、毛利元成。我らは秋広島武将隊。行くぞ、広島100万歳。チャンネル登録よろしくお願いします。ここかな、お願いします。どうもすいません、ありがとうございます。